皆さん、こんにちは。平成29年度、えー、一次試験総評と、えー、それから今後の学習戦略についてのお話をさせていただきます。私、レクセニコ至近所です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、まずはですね、2日間、えー、暑い中あ、一次試験受験、本当にお疲れ様でした。でこちらの動画は、まああの、8月の7日以降にですね、 自己採点をした結果、まあ、なかなかちょっと思うような結果が得られなかった方向けにのアドバイスというかですねそういったお話をしてまいりたいと思います。でまず今回の、まあ、今こちらも速報ですのでちょうどの8月6日の中小企業経営政策の情報が今ちょうど私の手元に届いたところです。 で7科目ざっと見たときにですねやはりあの昨年は全科目1点ずつ配ってかつ、まあ、情報に、えー、加点したというようなところから、まあ、今年は、まあ、絶対にそれは避けてくるだろうということでやはり予想通り難易度的にはですね まあ平均レベルなのかなとあの過去の推移から比べると平均レベルかなという印象ですで。で、まあ、各科目の講師が今ちょうどですねあのまあ中身の検討とかいろいろやってるところなんですがまあ私のまあ,あくまでも所管というレベルでいくと1日目のまあ経済学と財務会計は経済学と財務会計は 非常にあのオーソドックスな出題。まあ一部、あの、ちょっと昔の過去問で出てたような論点とかね、えのはありましたが、まあ6割確保するのは、あの、なかなか、そんなに難しくないかなという印象です。なので、いずれにせよ、初日の、まあ、午前中科目については、これはあの、60点いかなかった方はですね、多分、普段の勉強の仕方どこかが、 何か足りなかったのかなというところだと思うんですね。なのでまず今後考えるときにこの二科目が足りなかった方というのはちょっと勉強の仕方を根本的に変える必要があるかなというふうにまずは思います。で企業経理論と運営管理こちらもですねあの出題形式内容レベルともに例年通りということでこちらはまあ。 50点以上は確保できるかなという難易度ですですのでまあ50点以上取れてればそんなにあの勉強方法に間違いはないかなとただ60点を超えるためにはよりあの過去問の深い理解が必要になってくるのでまあ引き続きですねそういった勉強をするべきでしょうとはい,いうことになります。でまあ今日の今日なので今日これ収録8月6日なので。 あのまだ中身細かく私自身も読んでるわけじゃないんですけれども書簡というレベルでいくとあの K ホーム昨年がひどかったので今年はやはり25問に戻りましたねで多分4点拝点に戻ったと思いますで難易度的にもあのまあ通常通りということでまあ絶対に何て言うんでしょうね去年みたいなミスはしないぞという出題者の意図を感じました。情報にしても同じです なのであのホーム情報についてはこれはもうあの今まで通りしっかりと、えー、暗記すべきところ暗記するという学習方法を繰り返せば、えー、合格点を取ることは、まあ、来年以降もあのできると思いますので学習方法に大きく変更はないと考えます。ところが中小ですね、えー、もう本当に 手元に届いて、まあ、ほやほやなんですけれどもざっと、まあ、見たところですね今年の中小は、えっと、ちょっと難易度上がったかなという印象です。で、まあ、数字がですね、えー、比較的多く聞かれている印象であの数字穴埋め問題ではありますけれども数字の穴埋め問題っていうのはあの当然合格率が落ちる。 平均点落ちる要因なのでその意味で中小で稼ごうと思ってた人はちょっともしかしたら出のくじかれた形になったかもしれませんただまあ,あの白書の方はね数値が多いのでちょっと厳しいかもしれませんが試作の方は逆にあの基本的な試作内容になってます。 なってますのであの出る試作についてしっかりと抑えていた受験生にとっては試作で稼ぐ稼いでなんとかまあ50点台以上を取るという形になったのかなと思いますですのでやはり中小は今年はあの数字が多めに聞かれてしまった側面ありますけれども大きな学習方向性としては試作重視でいくというところに変わりはないので、はい、そ,こをそこを意識してですねもし来年以降 あえばですねそこを意識していただきたいと思います。でレックとしては当然今皆さんは自己採点してでなかなか420点7科目420点うんまあちょっと満足いく点数が取れなかった、まあ、非常に悔しい思いをされてると思います。でそんな皆さんに対してですねあの私どもで皆さんにご提供できるいろいろなこう情報とかですね チャンスというものをいくつかご紹介したいなと思いますまずあの直近のところではあのもう早速なんですけれども8月の11日ですねに、えーまあ、学習経験者向けのちょっとした試験というかねあの各科目60分で、えーまあ、企業経営財務運営管理の中から、えー、25問、まあ、1問44点かな で出題をさせていただきます。あの三科目で六十分です。はい。なのでこれをまあこの小学生まあ二回行われます。八月十一日と九月九日でそれぞれあの試験会場がちょっと若干あの異なりますので、ぜひあのまあ八月十一日都合が悪ければ九月九日まあ一ヶ月後になりますけれども、えー、ぜひこれをチャレンジしていただいてですね。でその。 点数に応じてですね割引などなどさまざまな特典もございますしまたそれぞれの会場ではあの合格へのアドバイスといった生のイベントなんかも行われまあ同時中継なんかもあったりしますのでねえその辺りえ追加情報をご覧いただきたいと思います。またあのレックの各受験校に直接お越しいただける方であればですね あの今回はいろんな割引制度なんかもちょっとご用意させていただきました詳細はあの窓口の担当者に聞いていただきたいと思いますけども特にあの8月中のですね早期割引、えーまあ、40%というあの類を見ない大きな割引かかってますので8月中にもう悔しい思いは分かるんですけれども一歩踏み出そうということでですねあの皆さんの よいしょ学習を後押ししようということでまあ一次試験とあとは2次対策というところを、まあ、あの一緒になった1次2次上級合格コースというねあの皆さん向けの講座をご用意してますので是非こちらにチャレンジしていただきたいと。ただまあ1次だけをやりたいとか2、えー、次対策をもっと深くやりたいという方はまあそれぞれあのー。 またバラバラにもご用意してますので、まあ、この1時2時上級合格コースインプットプラスというのがですねあの一番おすすめですのでこちらをご検討いただければと思います。であのまあ、とはいえですねあの私毎年言ってるんですけどもあの、まあ、今回たまたま皆さんは合格点に届かずに非常に悔しい思いをしてますがじゃあもしですよ もし皆さんじゃあ8月の7日自己採点して受かってたら今何をやってると思いますかそう二次対策やってるはずなんですよですから私は皆さんにおすすめしたいのは今年受かったつもりでぜひ今年の10月23日ですかね二次試験本試験に向けて全力で二次対策やってほしいんです。 なぜならどうせ皆さん来年一時合格してまた二次対策をやるんですからだったら今受かったつもりでねもうしばらくは正直一次試験の勉強もしたくないと思うんですよわかりますその気持ちはなのでまずじゃあ受かったつもりで二次やりましょうよそうしたら来年楽になりますから特にまああの7科目で300点以上取れてる方であればね あの二次対策あの全然対応できますので企業系理論と運営管理と財務会計のこの三科目ですから二次試験はねですからあのぜひ二次対策やりましょうでレックではあの二次向けのイベントなんかも実は8月以降おやってますでこれなんかもまあウェブとかでね8月13日19日27日とかさまざまなこの 道場やイベントなんかも行われてますですのでこの辺りですねあの特にあの無料で参加できるイベントなんかはぜひ,ぜひあのお近くであればご参加いただいてあの中継先もありますのでねそこで二次のエッセンスを、えー、感じていただくとあと周りは特に生の会場であれば周りにもライバルの受験生いますのでそういった形で全力で二次対策やりましょう。で 二次対策をすることによって、改めてあ一次試験のここが大事なんだなと気づくことも多いと思いますのでまず今皆さんができることはあ一次試験残念な結果だったああもうダメだって落ち込んでぼっと過ごすんではなくてですね全力で二次対策をすることそしてその上でですねこの REC の割引制度とかうまく使っていただいて上級コースで。 より来年の合格に向けてですですから、まあ、詳しくはウェブとかでねあのパンフレットや情報を提供させていただいてますのであのぼーっとするのはいくらでもできますが本当に試験は刻一刻近づいてきますのでねなので一日も早く奮い立たせていただいて皆さんの心を、ね、奮い立たせてで 一歩前に進んででいいただければと思いますのでね、まあ、我々レク講師陣も全力で皆さんをサポートいたしますのでまず来年に向けてリベンジの一歩ねまずは今年の二次対策をやっちゃうというところをぜひあのチャレンジしていただきたいと思います。で改めてまた来年ですね「えー、合格したよ」という皆さんの声をですね聞かせていただきたいと思いますので、えー、悔しいと思いますけれども歯を食いしばって前を向いて一歩踏み出していただければと思います。 はい、というわけで、えー、速報ではありますけれども一次試験平成29年の公表とですね今後の学習戦略についての簡単なアドバイスでした、えー、皆さんのお越しをお待ちしております。